はい、ゴツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回はね、一番くじやってきましたよ。はい、皆さんもうねご存知の方もいるかと思います。今日はね、久しぶりに SMSP 5000円くじですね。そちらの悟空のフィギュア、はい、こちらをねやりに行きました。はい、でもね近くの店舗行ったらね一般販売分がなかったというね悲劇。いやー、まさかね、いや一般販売分絶対あまりあるだろうなと思ったんですけどね、全然もう予約分で終わってましたね。はい、なので隣の町まで足を運び、そこでね見たんですよ。一応ね引けるということで残りを見たら、3回引かれてて A が1個 C が1個で D が1個、すげえ引きのいいやつがいたなと思って、いやちょっと目当てだった D がね、なかったんですけど、まあ、やれるだけ、いいかなと思いましてね。で自分のね前にね一人いたんで、その人がね一回やって、C だったんですよ。はい、うわーって言ってましたね。はい、うふ、一番いらないやつ出たって。まあモノクロなんですけど、ね、別に自分は白黒でもいいと思うんですけどね、おしゃれだから。うん、自分は別に外れとは思ってないですけどね。はい、モノトーンもね。で自分は何が欲しいかって言ったら、もちろんね、D の2次元が一番欲しかったんですけども、まあ次に欲しかったのが A だったんでね。はい、 A が3つ残ってるんでね。はい、でもね B も3つ残ってるんですね。はい、なので半分の確率、はい、そこで私は引きました。はい、一応ね1回だけやりました。はい、まあ一応予算の都合もありましたし、今回はそこまでねやろうとは思ってなかったんで、はい、でまあとりあえず1回だけ引いて、その結果ですね、はい、こちらが出ました。はい、じゃん。はい、こっちは表でした。はい、いきます。はい、じゃん、 B でした。いや、まさか A の方が欲しかったんですけどね。はい、原作カラーバージョンですね、 B はね。うん、こちらが当たりました。まあちょっと実際ね実物見てみないと分かんないんですけども、うん、まあ、弾けただけよしとしますかっていう感じですね今回は。はい、で、早速ね箱こちら、ドン、はい、02、結構重、はい、まあ画角に収まらないんですけどね。はい、こんな感じですね。はい、ではね、早速、中身をね確認したいと思います。今見ましたけどね、いつもだったらブリスターなんですが、今回はちょっとチャッチーですね。普通にあの UFO キャッチャーのプライズ景品と同じような入り方してます。ここはちょっと削減しちゃってるね、コストをね。これはちょっと残念だな。まあ、必ずしもブリスターがいいわけでもないんですけどね。うん、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。実際実物が劣化してなければ問題はないんでね。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、ということでね、ちょっとブリスターじゃねえや、袋、箱から出しました。はい、まずこれは尿意棒ですね。尿意棒が、2つ多分連結するんでしょう。はい、で補助パーツで下半身に上半身。はい、ということでね SMSP 史上初ですね、ブ
分割されてます、パーツが。今まではね、フィギュアだったらフィギュア一つで、まとまってたんですけど、今回は分割ですね。いや、ここもちょっとプライズっぽい感じで、どうなのかなって意見が分かれそうなところですね。はい、では早速、まあとりあえずね、組み立てて実物ちょっと見てみましょう。もしかしたらね、塗装跳ねとかあるかもしれないんでね、前回のゴジータみたいにね。はいはい、ということでね、組み終わりました。はい、見ていきましょう。こちら、カメラメラ。いや、これマジでね、いや、いいですよ、出来が。いや、これすごいな。いや、造形的にはね、もうほんとあのデコマスと比べて劣化もほとんどないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、この匂い棒のね、つなぎ目がちょっと目立ちますけれども、それ以外はね、すごいよくできてる。まあここはね、ちょっと浮いてる感じにしてるんで、この部分はちょっと盛り付けされてますけどね。はい、いや、これかっこいい、すっげーよくできてる。ノーマル悟空ってね、早々ね、出なくなっちゃったからね、これはいい。カラーリング的にはね、ちょっと A 賞の方がいいかなと思ったんですけど、いや、 B 賞もちょっと手に取ってみると全然いいじゃんと思うね。いや、これはいいな、すげえいい。いや、これはね、ほんとブリスターを削減しただ削ブリスターじゃなくした分だけの価値はあんのかな。いや、これよくできてるわ。これ満足ですね、出来としては。いや、これはいい。いや、これは全部揃えたくなってきたな。これはすっごいな。いや、塗装のね、はみ出し物とかそういうのもないですね、今回。まあ個体によるとは思いますが、自分のは、目立つようなものはないですね。口とかもよくできてますね。アイプリントもこれはしっかりと、再現されて、はい、いや、すげえ。重いね、やっぱりね。はい、ということでね、まあ自分は1回しかやってないんでね、ちょっと短くなっちゃいましたが、はい、今回はね、1回だけしかやりませんでしたが、 B 賞が出ましたので、そちらの方のご紹介ということでね。はい、まあ最後はね、全体像を見れるように1回転させながらお別れしたいと思います。もしよろしければね、チャンネル登録、あと、いいね、グッドボタンよろしくお願いします。まあね、他に A とかね、手に入りましたら、ご紹介させていただきたいと思います。はい。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。それは
絶望に空を仰いだ狼少年の話。